どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、チャンピオンズミーティング中距離のですね、育成していたんですけども、そこでですね、結構強めのジャングルポケットができたので、そちらをですね、見ながら育成のコツを少し解説していきたいと思います。はい、で、こちらがですね、実際できたジャンポケなんですけども、まあ結構強そうな、強めのやつができました。まあ前編こんな感じでちょっとちっちゃくて見えないと思うんで、ゲーム内で見ていくとこんな感じになっていてですね、まあ公園ギア、セイリオス、バルカローレっていうのがこういう継承でつけていてですね、まあ左春とかがこう二重丸になっていて、あとは金スキルがですね、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と、金スキル11で、まあ神髄タイとかついていて、あと馬好み馬力とかもちゃんとありますよというね、こういうのができました。でこれなんですけども、まあ切れ物ね、ジャングルポケットの解説の時もね、このキャラ解説でも言ったんですけども、まあ切れ物イベントがあるよっていうことでですね、まあ切れ物もついて、あとは芝 S 中距離 S とかなっているという感じです。で今回これ、まあ自慢したくて言ってるわけではなくてですね、育成ちょっとね、実際のところあったりするので、そこも見せながらやっていきたいとは思っていますが、こういうのが、一応完成しているという感じです。はい、であとはですね、サポートカードどんな感じってなってるのはこれですね。まあだいたいこういう風になるよってやつで、まあ L ドゥラメンテでもいいんですけども、 L と何か大手をねつけて、そしてあとはアーススタミナで、賢さも一応ラモーデでもいけるかもなという感じではあります。でこういうのがね、結構差しでは多いデッキで、まあ基本的にこういうのが多くて、まあ貫突ではありますが、凸がねまだ進んでないよって方はそこからですね、まあ調整してやってほしいところです。であとはですね、多分気になるところ因子だと思うんですけども、因子はこんな感じになっています。これがですね、まあ一応因子になっていて、まあ因子についてはですね、皆さんまあセイリオスとかつけれるようにやっていくといいと思います。はい、こんな感じの因子になっているというところではありますが、一応レースは16戦出ていて、まあ注目点ここら辺、小倉記念とか出ていますよとかね、あったりするのと、一応ですね、有馬記念出てほしいです。クラシックでね、これ目標レースじゃないんで、これを出るっていうことをやってみてください。はい、そんな感じでこれできてるんですけどもですね、動画いきたいと思います。他にもですね、チャンピオンズミーティング参考になる、スキルティアはこちら上げております。キャラのティアはこっち上げていますので、よければね、参考にしてみてください。あとはね、高評価もよろしくお願いいたします。ということでですね、次にですね、まあ、メイクデビューの基準っていうところをいきたいと思います。で、ちょっとですね、今回動画で育成全編も見せたかったんですけども、録画がちょっと途中からしかできなかったんで、文字で解説いたします。でまずですね、まあ、馬娘結構強くしていくには、例えばですね、その、4月のね継承のボタンのところまででリセマラしたりとか、まあ1月のところでねリセマラしたりとかあるんですけども、まあ今回 UAF シナリオもうねラスト1回なんですけども、メイクデビューでねリセマラするっていうのも結構強くする、不吉質であります。でメイクデビューの基準は3パターンの、まあ、認識方法がありまして、まあそのどれでもねやってもいいと思うんですけども、それをねちょっとだけ見ていきます。はい、でまずですね、メイクデビューのレースの後ですね、どのくらいの、上振れしているかなとか判定するための基準なんですけども、1つ目がまあスキルポイント基準みたいな感じでやってもいいです。でここでですね、まあ、メイクデビューのレース後にスキルポイントのところを見てですね、スキルポイント何ポイントあるかなって見てもらって、だいたい300ちょいぐらいあるとですね、まあ、上振れかなというところです。まあもちろんね、サポカね、これ貫突での前提ではね、ありますが、そういうところでですね、ここら辺までスキルポイントがあると続行っていう風にやっていってもいいです。あとは UAF ね、まあ最後1ヶ月なんですけども、もう最後なんですけども、結構絆基準、これも重要です。UAF はですね、その、競技レベル稼ぐために友情タッグトレーニングで競技レベルがね、掛ける2になったりするので、結構絆が重要なシナリオっていうのがね、まあ、ありまして、そういうところでですね、メイクデビュー終わった後にどのくらい絆が溜まってるかっていうのが大事で、まあ、目安としては友情トレーニング1人以上できるようになっていたらいいよっていう話です。で、あとはですね、メイクデビューの踏み方のコツなんですけども、まあそのね、競技レベルもあるんですけども、まあ例えば絆がですね、その3人とか馬娘ちゃんが集まっているところがあったらですね、まあ最初の1個とかの、その相談とかは、例えばですが、色がね、1箇所のところに馬娘がこう、
1,2,3,4人とかいるとき、こういうときここの色が1個の色だったとしたら他の色に変えて拾ってもいいです。これちょっとこの図だと分かりにくいかもしれませんが、この 1個の色だからこういう馬娘ちゃんがいっぱいいるところ踏みたくないなってなるかもしれないんですけども、メイクデビュー前の相談っていうのはまあ、適当に結構ね切ってもいいので、それでこの絆を拾うためにですね、まあ一応それで3色とかにしてですね、3枚以上とかにできるっていう時はここの色を変えてこの絆が多いところを踏むっていうのをやってください。でそれでこの絆を上げていってメイクデビューのね通過していくっていうことです。あとはコツとしてはですね、エルコンドルパサーの絆とかが遅れている時ですね、その時にエルコンドルパサーのねテンポアップ取れる選択肢なんですけども、上を選んで成功すれば絆15ドカンともらえますので、そういうところでエルがなんか絆へこんでるなっていう時は上をね選んでもいいです。もちろん下選んでもいいんですけども、下はスキルポイントとかね取れて絆は5なので、上振れ狙う時はこの15を狙っていく手もあるということです。はい、であとはですねこのメイクデビューのリセットっていうところなんですけども、まあこれねめんどくさいなとかなるかもしれないんですけども、一応ね、まあ、さらにめちゃ強い馬娘ちゃんを作りたいって時はこういうねリセットっていうね手がねあったりするということです。はい、であとはですね、そのね基準っていうところでステータス基準っていうのもねやっています。でこれはですね、まあ、UC ランクとか育成するときにねメイクデビューまでにどんくらいのステータスがあればいいかなっていうところで、これは UC の時ですね、この基準でやっていたという感じのメモです。でなんですが UC の基準はめちゃくちゃ高いので、まあここから減らしたりですねやっていってください。例えばメイクデビューでも1200とかはまあかなり上振れなので、ステータスで基準で見るんだったら、まあ、1000ちょいとか1100とかでもねいいです。あとは分かりやすいところ、4月のボタンを押したときですね、ボタンを、継承の押した後にステータス何歩かなっていうとき見るときにですね、まあ、UC だとこんくらいあったらスーパー上振れ、これもスーパー上振れなんで、ここの数値は私もいかないっていうときは多いです。めちゃくちゃ、ここまではいかないんですけども、これは査定って感じなんですけど、実際本育成するとですね、だいたい2300とか2400とかあると、まあ、かなりいいなっていう感じになっていてですね、まあ、それでも2200とか300とかでも全然続行して S がついてっていう感じでねやっていってもいいです。あとはそのボタンの時にスキルポイントで見る場合ですね、まあ1000とかあればいいです。実際さっきの見せたジャンポケも、まあまあかなって言って1000ちょいだったんですけども、まあそこで1100とかあればですね上振れっていうね感じでやっていくというのがいいです。はい、であとは基準の話なんですけども、この基準っていうところで言っているのが、最初の方ね、そのね競技レベル基準っていうのがあって、競技レベルじゃあ合計で、1月終わってですね、その300何歩とかね380とかなんかね言っていたやつなんですけども、最近では競技レベル基準っていうのはあんまりなくなったよっていうところがちょっと言いたいです。それはですね、競技レベルっていうのは結構もうね、そのねレース後に色を変えるとかで皆さん稼げるようになってきたと思いますので、それよりもそのね、スキルポイントとかステータスとかで見ていく方がいいんじゃないかなというね話です。はい、あとコツなんですけども、これはですね、まあ最初のね初期の解説でも言っていますが、下振れ練習の時にですねレースに出てですね、その分スキルポイントに回していく方がいいよっていう話です。結構弱い練習ですね、まあ、単品の友情タッグとかも結構弱いという感じなので、そういうところで踏んでいくよりも、まあ、そこはね流してレースでスキルポイント稼げば、まあ、50とかねスキルポイント稼げたりするので、スキルポイント重視の育成したいときはですねこれでやっていくのがいいです。これはなんか SP4000 っていうなんか動画とかでもね言っていたやつなんですけども、スキルポイントっていうのが最近は重要なので、そういうところで、まあ、ステータス余裕があればそのねレースに出るっていうね余裕が生まれてくるよという話です。であと重要なところなんですけども、赤ヒートの時ですね、これもですね、まあ常々解説しているっていう UF の解説で言っているところなんですけども、赤ヒート中に、相談があって、さらに練習弱い時、その時ね単品のタッグを赤ヒートでやるじゃなくて、その時はもうね、まあ、練習弱すぎるっつってレースをして練習一回リセットしていい練習来いってやる方がですね赤ヒートうまく使えますので強くなりますよということです。あとは文字の説明で言いたいところとしてはですね、さっきも言ったジャンポケはクラシックの有馬記念、これも出るっていうことで、最後にね隠しイベントのステータスでスタミナとかももらえますので、それもね忘れず取っていく方がいいです。
はい、ということでですね、ちょっとここでですね、まあ、録画見ていきたいと思います。ちょっとですね、録画に関しては途中からになっちゃって、なんかね、切れ物ついて S ついてやべえってなって、そんで録画したので、ちょっとめちゃくちゃ途中なんですけども、少し見て解説していきます。はい、でこれシニア8月の合宿中なんですけども、これですね、最初これ、ちょっと注目してほしいところなんですけども、これこの前の練習に何もいなくて、あと、根性が踏みてえってなってるんですけども、そこでですね、ここ合宿中でもその赤ヒートがあって、ガチで弱い練習の時ですね、その時はレースに出て赤ヒートをうまく使おうとね、いう話でありまして、そういう時はですね、赤ヒートをもうシニアの時にね、3人とか、で友情していると、まあマジでね、ステータス100とかもらえますので、そういうところで重要になってくるので、本当に弱い時は合宿中でもレース出るっていうことを言いたいです。ちょっと録画が途中すぎてこれなんですけども、こういう風にねやって一回流した感じです。ただこれでも光ってなくて、うわうわうわってなっているんですけども、まあ根性がとねあればね、このステータスね結構高めになっているんですけども、あと根性が踏みたいなってなっているというね話です。でさらにこれも色をどうするかっていう話がありまして、ここもめちゃくちゃ悩んでました。切れ物ついてやべえなってなっていたところなので、ちょっとここめっちゃ悩んでるんですけども、これ赤にするか青にするかみたいなところ、まあ相当悩んでね苦戦していたという感じではあります。でこれはですね、まあ本当はここにオルフェーブルがいたら、めちゃくちゃいいんですけども、いなかったんで、まあ L いるから、まあ踏むかっていう感じでですね、じゃあ色を何にするかっていう話です。で言いたいところとしてはですね、黄色はもう300ちょいでいいです。はい、ちょっとですね、これ一時停止してるんですけども、まあここめっちゃ悩ましいところでですね、結構こういう風にスピードとかが伸びすぎるとですね、スピード100にカンストになると、そこから競技レベルが得られなかったりするので、これね、青か赤どっちにするかっていうところ迷ってます。であとはですね、黄色に関してはもう300ちょいでいいよっていうのはですね、まあもう50、50、50、50で最悪良かったりするので、もう黄色はあとここの2だけでいいなっていう風になっております。この前のところからですね、もう根性だけ足りないっていう話だったんで、根性であと2だけ踏めればいいなっていう話なので、あとはですね、赤、例えばここで450を狙って9回赤ヒートを狙っていくかとかね、青もまあ9回目も狙えるのかなとかね、そういう風に考えているという話です。なんでまあここら辺難しいところなんですけども、まあ偏んないようにやっていく方がいいですよというね話で、偏らせちゃうとですね、もうカンストして競技レベル稼げなくなるっていう話のことですね。はい、で一応ここは赤にしました。赤のこうなったら赤ヒート450までして9回狙うかっていうね方針にしたという感じです。はい、でここら辺からはもう切れ物の芝 S 中 S なんで、めちゃくちゃひりついてやってます。でここ来てですね、いやこれもめっちゃ迷ったんすけど、根性あと踏んだら、根性と賢さでも完成だなってなっていて、で数パーセント9% くらい怪我率があったんですけども、一応ここはまあ 9% 通すでしょうっていう感じで剣さん踏んでおります。あっち向けよ、情けねえと。はい、でここら辺はですね、もうひりついているところで、あと何ターンだってやってます。でお出かけがあと1回だから、まあお休みするのは確定なんだけど、お出かけでやるかどうか、お出かけ練習練習練習お休み、なんかお休みもう一旦するなっていう話で、お出かけでこの分回復してとか、こういうね計算してやっているっていうねところはあったりします。はい、ここはですね、まあお出かけまずはまあとりあえず切っておきました。はい、まあ、ただもう一回お休みもあるかなっていう感じで考えていて、あとはもう根性と賢さ踏めればいいっていうところで、ここも赤ヒートなので、これね相談ね、やっていくという話です。でここもめっちゃ迷ってるんですけども、ここで青をやって、青400でもいいし、赤をやったらここちょうどですね37ぐらい合計で入るんですよね。
そしたら赤の9回目を確定させて動けるなってなるんですけども、ここは今ここ相談切ると次相談がなくなるので、赤をここで起動ではなく URA でいいんじゃないかっていう風な感じで青で行くという感じです。はい、ここは残り相談があったらですね、まあ、赤にして赤残り3回になって、その後相談で赤ヒートをやっちゃってもいいんですけども、ここは青にして青400という感じです。はい、であとはですね、まあ、根性だとはってなっているんですけども、いやここから根性がなかなか光んないっていうところが続きます。でここもですね、まあ、どれ積むか、パワーもあるかもなとかで赤を少し稼いで近づけるかとは思うんですけども、一応これ記者の絆があるのでスタミナを踏んだという感じです。ここら辺からはね、光ってくれ、根性光ってくれってずっとなってるっていう感じです。でこれもね、いやマジで根性とか光ってたらもう真似はないんですけども、であとはここでレースとかを見てですね、残り、2回練習する、そして URA があるというところで、ここお休み1回踏む時があるので、このジャパンカップ後にね、根性が光るかもしれないということでお休みを1回挟んでます。でこれ30回復だったんですけども、まあ、最後のね優勝のところでも回復するんで30でもギリ大丈夫なところです。でジャパンカップ出る、これ終盤だけのお届けなんですけども、いやマジでここでもう完成してくれってなってる。はい、でここマジで根性光ってれば普通に根性踏んで、あともうどこ踏んでも完成でしょうっていうね感じなんですけども、これもねむずいっすよね。パワーか賢さか、まあ賢さはあと1回踏むかっていう感じなんですけども、迷っているところです。まあこれも結構ねもう出目次第になってくるので、どっちでもいいかなっていう択なんですけども、皆さんだったらどっち踏みますでしょうか。いやこれもまあ賢さが次来ないんだったら賢さでいいし、まあパワーも全然踏んでもいいし、根性なら根性間に合わないんですけどねっていう感じでやってます。いやーしかもな、色がね赤だったらねもっといいなとか思いつつですけども、むずいっつってむずいっつって賢さ踏んでます。それでは参りましょうか。ねえこれ迷うんだよな。おーおー、どいつもこいつも殺気だって。はい、でこれでですね URA 突入となってます。ここは負けられない。しゃあ見たか。はい、でこれがですね隠しイベントです。これもですね取っていくと、まあ、レースでのスキルポイントも取りつつ隠しで22、22、22取れますので、これもですね取っていくのがおすすめです。はい、でちょっとね一緒に見ていきましょう。URA ファイナルズ残り3ターン残りあって、このステータスいやかなりいけるんじゃないかと思ってやってます。ほら、はい、あれここ賢さ見た瞬間、いやさっきパワーじゃねえかとはなるんですよね。でもこれはもうねじゃんけんなんで、いやまあ恨めったというか、普通にじゃあさっきの賢さじゃなくてよかったなっていうね話です。あとはもうこれ根性だけあればもうスピードももういっている感じなので、あともう根性でしょ根性でしょということです。でここの色変換があるんですけども、ここでですね、まあ、これも青か赤か、青でもまあ取れますよねって話で、赤の場合も残り36なんですよね。なのでこれ合計するとどうなるかっていうところを見ていてですね、うん、青にするもあるし赤にするもあるし、うん、まあ赤かなとは思っているところなんですけども、でここなんですが、これ合計するとですね、赤の
その起動ができますので、まあ、URL のねここの1回目のところで赤を起動するっていうこれテクニックみたいな感じなんですけども、ここで2個相談を使うことでこの36を満たすことができるので、残りの2ターン赤起動できるので、こういう風にね一応、まあ、ギリギリの時ね赤を起動すれば2回の赤ヒートをねできるので、赤ヒート9回みたいなね感じになるということです。で、あとこれはもう根性だったらもう根性迷わず踏んでね、根性、まあ、1300ぐらいを狙うかっていう感じなんですけども、でマジでなすぎて、さっき賢さ踏んでもう賢さほぼいってるので、スタミナと騎車っていう風になってます。もうあとほんと根性光ってくれと思ってるこれあと根性を踏めば何も文句がない、頼む、光ってる、いいねいいね、スピードはもういらねえ、うーん、いやこれもどれ踏む、泣きながら根性踏むの剣さんオンリーの、いやでもね伸びっちゃを見るとねこんななんですよね、やっぱね剣さんオンリーだと、え、まあ50ぐらい赤ヒート、で、あと一応ここで相談切る手もあるんですけども、ここはですね、相談、ここでね、根性でめっちゃ光ってたら、パネルの枚数の色をですね、めっちゃ増やしてですね、青とかにして根性に踏んでるんですけども、ねえから相談も使えねえし、うわってなっているという感じです。まあ、こういう風になってですね、結構最後、スピードめっちゃ良くてですね、もうスピードはいらないってなってくる時があるので、まあ、結構スピードなんとかなる時もあるという感じです。で相談温存してラストという感じですね。まあ素で根性踏んでもいない、根性踏んでもいいかなとは思ったんですけど、ここは難かったなという感じです。で最後ね、いやこれが本性だったり、いやいないね、いないね、なるほど、なんかここもね根性踏んでもいいのかなとは思うんですけど、めっちゃ悩んだここも。でスピードまた集まっていると、まあスピード自体のステータスはもう1007いってるんでいらないんですけど、なのでまあ、根性踏んでもいいんですけども、ここは一応ね、さっきのターン青変換で青の起動もできたなっていうところが一個ね、まあ、目であってポイントであって、であとはもうここはですね、まあ、根性踏む手も多分あったと思うんですけども、まあ、怒りのもうスキルポイントを取るために赤にしてスピード踏むっていうねやつをやりました。まあ、これはもうスキルポイント重視。最後ねこれで77、まあ、80弱スキルポイント入るんで、もう溢れてるんですけど、スキルポイントで最後いったという感じです。はい、ということでですね、で前編見せたかったんですけど録画途中だったんで、最後シニアの方のですね少し解説っていうか見ながらやっていきました。でこんな感じになって、途中でスキルは取っていて、まあ、切れ者芝 S 中 S という感じです。いや皆さんなら根性踏みましたかね。まあ全然根性踏むのが間違ってるとは思わないんで根性でもいいんですけど、まあ最後はねスキルポイントに振りました。でスキル振り見てほしいんですけども、左張る、まあ、コーナー校舎、早て、前例。で、あとは、丸ですね。刺し直、刺し子、馬力馬好み、スリップ遊び、決死、起源万丈、下り坂校舎とかも取っていいです。まあ、スキルポイントあれば。旗破りはジャンポケだと後ろにいないかもなという感じ。イグニッションも待ってもいい。ですかという感じです。で、大手必須。棋戦安いから取るかと、タイ取って。っていう感じですね。ここら辺がまずは、まあ、いるものということで、取っていって。で、あとね、ちょっと迷ったところはあるんですけども。あとでも、まあ、取るもんねえな、となりまして。まあ、いろいろあるけどね、シューティングスターっていう手は一応あるのか。
なんですが、ちょっとなかったんで、バーニングソウル取りました。もうこれは中盤強くなりすぎるんで、まあ終盤のね神髄力とかあったらそっち取ってるんですけど、ヒントがなかったんで。溢れる情熱は機先があるから、まあそんなに重視しなくていいかなと思ってます。まあイグニッションとか、そこら辺でもいいんですがというね話になってますが、もうなんかバーニングソウルも取ったから中盤強すぎでしょうってなってですね、あと取るもんねえなってなっている感じです。はい、なんで春馬取って左取って、最後のスキルポイントのなんかよくわからんスピードを踏んでちょうど0ポイントっていうところうまいうまい、これで春20丸左20丸っていう感じなんで、こういう風になったという感じです。はい、ちょうど0でなんか美しかったとこをちょっと見せたかったですけど、まあそれならまあ一応スピード踏んだ意味あったのかな、いやないかな、わかんねえ別に20丸にの丸の差そんなない、いやわかんないですけど、これで春と左が20丸になっているという話です。はい、ということで UD6 っていう感じでした。まあ根性の練習にオルフェーブルがいたら UD7 あったかなと思います。なんやねんなんだこの子、スピ中因子なんか因子も強い感じ笑ったはい、ということでね、こういうのがねできたという話です。なんか普通にねスピ3中3じゃんっつって、金スキル11のですね10万馬力馬好みのですね左20丸春20丸芝 SUS やべえのができました。ありがとうございます。いやちょっとね、結構こういう風に練習はめちゃくちゃなんか考えて踏むっていうのは最後の方ひりついてなるかもしれないという話になってます。はい、ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンピオンズミーティングの育成、皆さんいかがでしょうか。まあちょっとでも参考になるとかあったらね、少しだけ参考にしてみてください。まあ序盤も大事ですし、終盤もですね、そのレースで流す、これですね、レース弱い場合レースで赤ヒートうまく使っていくことでですね、こういう風にも一応できますので、そういうところを少し見せたかったという感じです。最後まで見てくれてありがとうございます。ちょっと最後まで見てくれた人にちょっとねこちらねパートナー ID 表示しておきますので、24時間の間有効なので、もしですねどんくらい強いかなとか、まだ私もこれ走らせてないんですけど、見ることもできると思いますので、こちらもまあどうぞという感じです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあここまで強くはしなくてもいいですが、少しでもね勝てるようにプラチナ狙っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いろいろですね解説していますので、よければね高評価やコメントを残していってください。それではのっちん TV でした。ありがとうございました。またですね動画や生放送でお会いしましょう。またな、バイバイ。